のスーパーラボ今回の役はレンタル彼女大金持ちだと思わせれば簡単に持ち帰れる説。皆様へ報告です。2月にバレンタインイベントがございます。誰が一番チョコをもらえるのか競ってるらしいです。概要欄の方にフォームもあるのでぜひ応募お願いいたします。まあ、どうぞ夏目が勝ちます。おめでとうございます。はい、ということで今回の企画は何でしょう、レンさん。まあ、今日の企画はレンタル彼女を大金持ちだと思わせれば簡単に持ち帰れる説です。まあ、ただ今回僕らが行ってもしょうがないので、まあ、あるお方からぜひやらせてくれということで、はい、岡田さんです。はい、はい、3度目の登場ですね。3度目です。もう得て、ちょっとあのクレームがあるんですけど。クレーム？まあ、俺らも出てくれると超ありがたいし、いろいろねコンテンツやりたいなと思ってるんだけど、うん、前回のなんか何だったんだっけ、なんかスーパードアを市場で使ってる感じがしてたっていうの依頼でやってくれたんだけど、はい、その前にあなたプロですか、まあ、市場に流されてましたよね。あ、都合のいい女みたいになってるから、都合よく使ってる男と自分が同じになってしまうと、同じになっちゃうか から、そうしたらもう、はいはい、あの子もかわいそうだなって前回があって、で前回はメロが、はいはい、納得いっちゃないかもしれないでメロが一緒に機械やってくれたんですよ。めっちゃ作戦練ったやん、ちゃんと。いや練ったね、別日でね。最初俺やった2回目、はい、で3回目はレン君ってことで、はい、レンタル彼はやっぱりどうしてもスーパードバの動画で1回は成功したいんですよ。オーダーは何ですか。ちょ前回ね、まあ、ちょっと正直言ったら素人の女だったんですか、はい、あそうです、はい、ですよね。でいいなと思ったのはレンタル彼女ね。はいはいはい、やるからそういうこと。そう、いや逆じゃない、普通プロの方がむずいよ。いやプロだったら俺に見合う女だから、まあ、金持ちって思わせると結構大変。今回は2人で結構出たんですよね。一応プランを考えましたし、はい、彼をお金持ちに見せることは全力でやりますので、やっぱり現場が全てなので。じゃあ今回はじゃあもうレン君が1人やる。いやもうなんで俺に責任押し付けんの、やめてほしいんだけど、まあ、今回はそう、まあ、失敗したらレンズ責任っていうか、やばいよねこいつマジで。最初は夏目のせい、今度は俺のせいか。デートの金は出してる。レンタル彼女さんの料金に関しましては、まあ、一応撮影経費ということでスーパーの方からお出しさせていただきますので。はちょっとね、マジで、はい、マジです。ちょっと自分らで行けよ。じゃあ今いくら持ってるの。じゃあ今おお、まあ、ギリ金持って、どうだろうね。ホテル狙いや、それから。いや、そうだよ。ホテル代も自腹よ。で、なんていうの、ホテル代で8割なくなるでしょ。まあ、でも、その作戦はレンカ考えてる。そう、考えてもらってるから。じゃあ、やりましょう。頑張ってください、本当に。応援してます。いけると思ってるからお金出してるから。じゃあ、行きましょう。うなしゃここで待ち合わせなんですけども、まあ、スーツ姿ですね、お金持ちといえば。そしてここのちょっと離れたところにこれマジ逃走中のハンターとしか見えないんですけど、レンさんが誰も喋ってないのにイヤホンで何かを聞いている、連携を取っているみたいな感じで、いつでも護衛ができる状態となっております。はい、ということでここからモニタリングの方を進めていきたいと思います。今回の遠藤のさ、依頼無茶があるよね。法律がまだ緩い時はウハウハでしたけど、この企画は今ってどうなんだろうな。もう俺らも1年以上はやってないんですよ。最後にやったのが多分1年半前ぐらいで、ね、それではスタート。どうしまして、ちょっとだけかな。ああ、やっぱ最初からちゃんと彼女として接してくれる、優しいですね。優しいというかやっぱプロ意識高いよ、レンタル彼女っつうの。じゃあもうここでいい？ここへ。ああ、あれ、ずっとついてきてない？ああ、え、ま、邪魔？なんか聞いてた話だとレン君が SP としてガメラの周りを護衛してるっていう。いるか、その護衛。彼らも多分一生懸命、決してこうふざけてるわけではなくて本気で考えた結果この作戦に行ってるんで。いや、なんかもし水ありだったらいつでも消せるけど。うん、撤回、撤去できるよ。水あり、うん、2人がいい。じゃあちょっとあれするわ。決してこうふざけてるわけではなくて本気で。
はい、ということで SP の方が追い返されてクビだったらしいんでちょっと紹介しますか。戻ってきて着替えてきた SP の方です。あー助かった。いやでもめっちゃ可愛かったよ女の子。あそうなんだ、うん、すごいいい子。そういやプロだよねガチで、うん、いや絶対無理だよこれこの感じ。ただね1個いけるかもって思った点がありまして、うん、ちょっと足に傷が多かったんよ。これ酒飲んだらいけるパターンっすね。酔っ払ってる女の子ってさすぐ転ぶからさ足にめっちゃ傷あるじゃん。まあどう思っていくかデートプランに関しては遠藤君に任せてる。こっからカフェでどんだけ好印象を残せるかですね。はい乾杯。熱い。うん、うん、いや普通の人だよ。そう俺はね一応社長なんだよ、うん、まあいろいろやってんだけど、まあ社長。そう。うん。そうかな。そう。うん。まあ一応ね。うん。まあやっぱ経験だからね。これ。早めにやってた方が。うん。あでもいいねいいねいいね。謙虚さ大事だね。このちょっと引く感じが逆にお金持ちっぽく見える。やっぱりお金持ちって思わせるには自分がいくらお金持ちだって言ったりちょっと高いアイテム持っててもあんま説得力ないじゃないですか。やっぱ周りの人からそれを認められてるのを見てようやくあこの人本当にお金持ちなのかなって思うじゃないですか、うん、なんで今回遠藤君には自らのアピールじゃなくて周りがどん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 そういうのをやっていくっていう感じであ本当にこの人お金持ちなんだってのを思わせたいと。なるほどね、はい、思っております。まあ、金が欲しくてやってる子ではあるだろうね。まあそうね多いから最近、まあ、そういうところで働いてる時点でお金は欲しいでしょうね。そうだね、うん、今日は、まあ、まあ時間はいつでも作れるから、うん、まあ好きな時に仕事したいし、うん、プロ意識高い子だと難しいっすよね正直。まあ、プロ意識高い子はどこも無理だろ。やっぱりまだまだ金持ちアピール足りてないですね。いや足りてないっすよこれ。この辺でちょっといや元気見せなきゃ無理だと思うよマジで。2万円しか持ってないんだよな。でも彼がちょっと金持ちアピールがまだまだ足りないんでこの辺で取引先との電話も挟んでみようかなと思っております。はい電話かかってきた。ちょっと仕事。はいもしもしお疲れ様です。あお疲れ。すいません例の件ってどうなってますか。あ例の件いやいやでもそういうあれしょ海外でやってるからもういいんじゃない。もう今1ドルっていくらぐらいでしたっけ。1ドルだいたい日本だと150ぐらいじゃない。あれ違うで何ドルの案件でしたっけこれ。これ確か55万ドルぐらい。やこのスルーショット大丈夫ですか。金ならいくらでも出すからって言ってもらっていいですか。まあ金ならいくらでも出すし。もういいや切ります。雑すぎるだろ終わらせ方。うん終わった終わった。大したことない。ああ。いやそんな誰もできる。うんまあ結構いくつかの国でやってるから。うん。なんかヨーロッパとかも基本網羅してるから。まあユーロとかもいけるし。なんであのレンタル彼女やん。うん。あそれだけって実際さお金とか欲しくない。そうだよね。えだって1時間、ね、8000とか、まあ、そんぐらいだよね。ってことは、まあ、生涯の寿命が87歳だとするじゃん。だいたいあとまあ66年、まあ、費やすとしてだいたい 24,107 日ぐらいかなってなると、まあ、578,568時間ってことは46億2854万4000ぐらいっていう計算になるよね。だからまあ生涯稼げる額みたいな。でもそれだったら正直少ないなと思う。俺だったらもう100億とか一瞬で稼げちゃうからさ。いやでもこれをしだすとちょっと危ないんだよな。
相手からしたらどうでもいいじゃん。そこの自慢話聞いてる方が、聞いてるのが女の子一番辛いっていう。きついよね。ちょっとこれ、ちょっと行きますか、次に。もう移動した方がいいよ。まあもう結構時間も経っちゃったから、そろそろちゃんとデートしに行った方がいいんじゃない？ロマンチックな。うん。ちょっと夏目さんが部下として行ってもらって、はい、まあ、さらに彼にお金があることをアピールしてもらいたいですね。もうそこで押すしかないんですよ今回。やっぱ現金っていうところ、あれだ、俺が財布渡す感じにすればいいや。あ、忘れてましたよって言えば着る気がする。財布には注目する。そう、これで上がる。おはようございます。おはようございます。あ、財布、財布、あ、どう、今何してるんですか？大丈夫ですか？あ、社長、100万円あったじゃないですか、うん、使って6万円になっちゃいました。ああ、ああ、6万円しかないですけど大丈夫ですか？ああ、まあまあまあ、ああ、ああ、大丈夫、大丈夫ですか？6万円しかないですけど、これ使っていい？いやだわ、こんな社長。ああ、あったんですけど、ああ、ああ、大丈夫、大丈夫。領収書とか全部聞けないですけど、あ、あと社長これ、ああ、社長が言ってたやつ今日届いたんで、あ、はい、持ってきました。そこなんかアトムが好きらしくて、俺はちょっとアトロボーイだみたいな人。似合うわ、似合う、ありがとう。じゃあガーデン、あ、あ、じゃあ、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 いたいたいた。いや、いいって。お前行った方がいいんじゃない？大丈夫か？ロープウェイだから。これロープウェイ知らない、乗ったことない。誰が飲んでんの？なんでよ、ほんまにロープつけた。もう乗った？すごっ。あ、しまった。なんかジェットコースター綺麗。ということで追いかけてロープウェイに乗りました。ロープウェイ、ロープウェイですけど、ちょっと遅れすぎて多分 3,4 個前にいるんで。そうなんで、ちょっとまた、やばいね。まあこれはね、あっち側も嬉しいんじゃない？いや、すごいいい体験っすよこれ。誰が飲んでんこれ、誰が飲んでんこれ。いや、あの三大夜景の一つじゃないこれ。したことないか。結構感動してるっぽい感じ。マジ、うん、いや、これなかなかみんなが見える景色じゃないからね。あ、秘密、特別、特別な景色だよ。もうそうだね、やっぱ楽しい時間っていうのはやっぱ短いんだよね。いやー、そろそろさ、時間なんだけどさ。いや、楽しかった。いやー、ちょっともう少し痛いなって。痛いよね。いやー、ちょっと痛いな、少し。いや、本当にもう時間なんすよ。持ち帰れないだろ、いけんの、そんなガチだろ。いや、どうですかね、わかんないです、本当に。レンタル彼女の使用感が全然わかんないから。まあでもこれ、ガメラうまいと思ってたけど、やっぱゴリゴリ童貞だよ。で、優しさもあるし、上でなんかその一歩踏み込まないからさ、いつまで行っても。いや、そうなんだよ、うん、何、写真よりは可愛いんだよ。え、ちょ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 、待って、ちょっと待って、次、いつだ。ホテル、ホテルって言ってた。あと 2時間ぐらいさ、痛い、まあ、普通にね、痛い、普通に。いや、そう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 。でもさ、もう少しで、まあ、終わっちゃうわけじゃん。そうそうそう。だからまあ普通にさ、まあなんていうかわかんないけどさ。
いたいなって、もう少し長くいたい、今日。あー、そういうこと？あー、なんかそういうのじゃなくて、まあ、普通に関係なく、お店っていうのか、関係なくて行きたい。いや、まあ、ほら、俺お金とかもさ、時間とかもいっぱいあるし、誰よりもあるからさ、そう。延長とかじゃなくて、時間？ああ、そうか。じゃあ、また？はい。じゃあ、ちょっと待って、LINE だけ交換しな。じゃあ。LINE だけだったらいいっしょ。また会いたいし。ちょっとじゃあ LINE だけ。お、待て、教えてくれるかも。まあ秘密にするよ、じゃあ。いいよ、じゃあ。マジ？やった、じゃあもう誠実だからさ、俺さ、紳士だから。うん。あ、やった。あ、来た来た。え、ライン交換はいけてるこれ。ライン交換いけてる。そう。なんで？英雄じゃね？これはさすがに聞いたか、ちょっとは多分金持ちっていうのがあったから営業で引っ張ろうっていう、この後いくらでも引っ張れそう。うわ、だったらさ、最初からもっとガツガツ言っとけよ。確かに。でもまた明日、そうです。またじゃ LINE で話す。バイバイ、気をつけて。バイバイ。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。無事時間が経ち、選手が帰ってきたということで、時間、じゃあ一旦お呼びしますか。はい、聞きたいですよね、いろいろ。いろいろとね。それではどうぞ。お帰りなさいませ。あ、お疲れ。いや、お疲れ、マジで頑張ったわ。いや、思ったよね、ガチで。満足的やん。どうだった？まあ結構、まあ連が良かったよね、今回ね。あ、なるほど。でも今回の目的持ち帰るだから、いけてないから。これはだって LINE につなげたわけじゃん。まあそれはそう、うんうんうん、だから次があるじゃん。でもあなた金持ちだと思わないです。うんこだな。気持ちもだから金持ってないところに、次こんな安いデートじゃ多分許されない。じゃあまたよろしくお願いします。カメラのことも応援してください。はい、ということで以上スーパーロボでした。皆さんありがとうございます。お疲れ様でした。すいません、ちょっと言い過ぎちゃった。あ、いや、全然大丈夫です。あ、大丈夫です。ちょっと行き、やっぱ行きづらいんで。まちょっとレッグの方が怖がってる。ちょっとまだ怖いんですよね。なんでですか？いや、ちょっとね、なんでですかって言ってるの。確かに。確かに。確かに。だって急に、オフの時になんか、急にさ、警棒しちゃって。まあ、頑張れよ。冗談ですからね。本当に目怖っ。そんなんじゃないですよ。目怖っ。お疲れ様でした。ありがとうございます。